タッカーと、針ハンマータッカー電動タッカータッカーは、木工や建築用工具で、布状や毛状のものを針で固定する工具である。建築用ステープラーと言える。タッカーあるいは秒打ち器とも呼ばれる。英語では、ステープルマンとも呼ぶ。針などの金属片を打ち出すことで、布状や毛状のもの、例えば建築では、モルタルシタジのラス毛ーや防水、防湿紙、バンなどを、 壁や材木などの特定箇所に固定する際に用いる。家具に布や革を貼る場合にも使用する。1929年にモリス・エイブラムスによって設立されたアメリカのアローファスナー社がタッカー T50 を発売している。建築の思考や DIY などで多く用いられ、ホームセンターなどで簡単に購入することができる。使い方はステープラーと同様であるが、 打ち出した針先を受ける部分は基本的に存在しないため、針の射出口や射出方向に指を置くと負傷する可能性がある。手動のほか、電動あるいはエアーコンプレッサーを使用して空気圧で針を打ち出す製品も製造されている。主なメーカーは MAX、マックス、マキタ、日本ヒルティ、スタンデー、e ラピッ p アローファースナーなどである。アローファスナーカンパニー。 アバウトアス、ハットニューヨークタイムズ1981年3月23日ありがとうございます。